どうも皆さん、こんにちは。八つ橋マロンです。今回は、Unity のテキストメッシュプロを使った文字アニメーションの実践編その1です。今回は実際にショートミュージックビデオを作りながら、タイムラインの使いこなしや文字アニメーションの作り方を説明していきます。テキストメッシュプロの基本的な使い方や、テキストメッシュプロを使ったアニメーションの作成の基礎編については、前の動画を参照してください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回は弾き語り VTuber の真白ゆきさんにオリジナルソングと 3D モデルをお借りして事前にショートミュージックビデオを作っておきました。この映像に合わせて文字アニメーションを作っていきます。今回使うのは真白ゆきさんのオリジナルソング表情です。概要欄に元の動画のリンクを貼ってあるので、ぜひフルで聞いてみてくださいね。ではショートミュージックビデオの映像部分をすでに作ってあるので一旦流します。はい、という感じの映像をすでに作ってあります。ここを見てもらってわかるように、文字はすでに、一応配置はしてありますが、アニメーションはしてないという感じですね。それ以外の演出、例えば、モーションだったりとかカメラワークについてはすでに完成してあるという状態です。さて、ここから解説をしながら文字アニメーションを実際につけていってみましょう。カメラとかキャラクターのアニメーションとかはタイムラインで制御してます。もちろん文字アニメーションもタイムラインで制御するので、ここをいじっていきましょう。さて、まずはショートミュージックビデオの前半部分ですね。この部分は事前に実はスクリーンショットを撮ってあって、それをキャンバスでカメラにオーバーレイしているという感じになります。このキャンバスのオーバーレイですね。前のテキストメッシュプロのアニメーションの基礎編で、紹介しましたけれど、キャンバスには性質がいくつかありまして、ここのキャンバスのレンダーモードをスクリーンスペースオーバーレイにしていると、すべてのカメラに対して、上書き、オーバーレイして表示してくれます。なので、この中にあるのは、文字のテキスト。不確かな関係でっていう文字と、あとは一番最初の、あれですね、白塗りのところですね。白塗りのこの部分。この部分の白。あとカメラのフレームですね。そしてこれすでに撮ってあるスクリーンショットです。さあ、文字のアニメーションつけていきましょう。あ、ちなみに最初の白いところからフェードインしてくるこの部分ですね。この部分は、この白のイメージを上から貼り付けているわけですが、前回の動画で紹介したように、これは、あれですね。キャンバスグループをつけて、アルファを操作できるようにした上で、タイムラインで、前回作ったキャンバスグループのアルファを1から0に遷移させるアニメーションをタイムラインにポンと置いて、スピードをここで調整してるっていう、それだけですね。ここではアルファを1から0に操作していて、こっちはスピードを変えて、アルファを0から1に操作しています。まあ、単純なアニメーションを作ってやるだけなんですけれど、前回も言ったように、ここで毎回キーフレームを打って、アルファを0から1とか1から0って調整するのはめんどくさいので、こういうアニメーションを作っておいて、スピード調整するだけにするのがいいかと思います。では、文字アニメーションをつけていきましょう。文字の制御をしているのはこの辺ですね。不確かな関係でというところで、アニメーションをつけていきます。さあ、このシーンでは、このカットでは、右から左に、文字が動いていくといい感じかなと思うので、そういう風にしていきたいと思います。で、不確かなと書いてあるこのオブジェクトの下に、ゲームオブジェクトが置いてあって、位置調整はこれでやっていますね。位置調整は、まあこれで、高さ調整とかをするんですけれど、実際にアニメーションさせるのは、その1個下の子供ですね。ポジションの XY が全部0になっているようなオブジェクトを置いておいて、
その下に絵文字が並んでいるというような感じに作っておきます。で、まあ、これをしておくと何がいいかというと、こういうアニメーション作ってある、すでに作ってあるやつが、使いませんですね。例えばこれは、アピア、イーズイン、左に、線と書いてあるやつはどんなやつかというと、ポンと置くと、こうですね。何をしているかというと、これは、ポジション X を線からぐーっと、ここまでやって、ゼロに持っていくようなアニメーションをすでに作ってあります。なので、ここですね、ポジションがゼロになるように置いておけば、ここの一番アニメーションの最後の部分では、元々置いてあるところと同じところに来ます。で、ここは右の方に、線移動するんですが、ちょっと線は移動しすぎなので、適当なところで切ってあります。この辺ですね。アニメーションを選択して、キーボードの S を押すと、ここで分割できます。この辺いらないんで消しちゃいますね。で、スピードが速すぎますね。これをゆっくりにしましょう。0.3 とかにして。で、この辺から再生してやると。はい、こんな感じになります。まだまだちょっと早いですね。0.2 とかにして、この辺から始めてやると。このくらいでいい感じになりました。同じように、関係での方にも、つけてあげましょう。はい、こんな風になります。こんな風になるんですけど、これちょっと不確かなを言ってる時にこの関係がもうすでに入ってきちゃってるので、ちょっと微妙な感じがします。なのでこういう時は、フェードインする時に、アルファの操作をしてやるのがいいかなと思います。どういうことかというと、今動かしてるこのゲームオブジェクト。まあ、下にこの文字が入ってるこのゲームオブジェクトですね。これにキャンパスグループを、付与しておきます。キャンパスグループですね。で、タイムラインの方で、オーバーライドトラックを追加します。ここを押して、アットオーバーライドトラックで追加できます。はい、オーバーライドですね。ここに、さっきも使ったアルファのアピア0から1ですね。アルファを0から1に操作するようなやつを入れてやるとどうなるかっていうと、はい、わかりますでしょうか。こう、アルファが0から1でフェードインするんですね。これをずらしちゃって。で、オーバーライドトラック気をつけなきゃいけないのは、この何もないとこですね。何もないところは、このアニメーションの設定を見ると、プレ、エクストラポレートって書いてあるのがノーになってます。これは何かっていうと、全然関係なく、このアニメーションは無視して、ないものとして扱うという感じなので、元々のアルファが適用されてしまいます。ここを、ホールドにすると、このアニメーションが始まる一番最初のところですね。この状態でホールドしてくれます。なので、ここは文字が見えませんね。ということで、これを選択して、このプレイエクスプロレートを、まあ、ホールドにしておくと良いです。そして、はい、さっきよりは自然になりましたね。ということで、これと同じことを不確かなの方にも入れてやって統一感を出しましょう。まあ、不確かなの方は、もともと、こういう白のフェードインするので、あんまり関係ないんですけれど。はい、こんな感じでいいでしょう。さあ、次行きましょう。今度は完全に白に、暗転じゃない、明転して。はい、あの絵の中を泳ぐのさのところですね。ここはまあどうしようかなーってことですけど、まあ、文字の間を広げていくようなアニメーションがいいかなと思います。アニメーショントラックを追加して、これ文字間隔を変えていきたいですね。で、文字間隔を変えるときに使えるのは、このホライズンレイアウトグループっていうのを使うか、まあ、1文字ずつではなくて、この中に全部を制御しているのであれば、このスペーシングオプションをアニメーションしてやってもいいと思います。今回は、あの絵の中を、これ全部1文字ずつで分割して作ってしまっているので、ホライゾナルレイアウトグループ、これを使っていこうと思います。これ、スペーシングをやると、こんな風に、変えられるんですね。長さが短いか。線ぐらいにしといて、はい、こうですね。2000にしようか。これが、まあ、イメージ的には中心からこう、ファッとやってくる感じですね。ということで、そういうことをしたいんですが、まあ、実は、これもアニメーションを作ってありまして、スペースを広げるようなアニメーションをね、あらかじめ作っておくとすごい楽なんですね。
はい、広げすぎました。広げすぎました。ちょっと450っていうのは450まで広げるっていうことなんですけど、ちょっと広げすぎなんで、どの辺までかな、このくらいかな、220ぐらいで止めたいですね。なのでちょっと調整しましょう。これコピーして220とかにしますか。1個作っておけばね、改変するのは結構楽なんですよね。はい、載せました。まだ今、あの、名前だけ220で、中身は450になってるんですけど、ダブルクリックして、ここですね。はい。ここを220にしてやります。あ、クガボタンを押して、で、ここですね。前の動画にも言ったんですけど、こういう時は、こういうアニメーションを作る時は、イージングっていうのが大事で、まあ、アニメーションのカーブを見てもらって、450だったんで、この、こういうカーブですね。スッと入って、あとはゆっくりっていうカーブを作るのがいいよということを前にも紹介しました。ここが、直線のような感じだと、ちょっと微妙なんですね。この入りをですね、入りを少し上げて、上げて、もうちょっと上げてやって、勢いよく入ってくる方がいいアニメーションになりますんで、このくらい。はい、こんな感じですね。わかりますかね？最初の方のスピードが速いので、さっきよりメリハリがあっていい感じのアニメーションになりました。はい、こんな感じで、スペース調整のアニメーションを作りましたと。で、作りましたなんですが、さっきも言ったように、この後ですね、この後どうするの？ここの何もアニメーションない時どうするの？って言うんですけど、この設定を見てやって、プレエクストラポレート。これが、ホールド、ポストエクストラポレートもこれもホールドになっているので、これの前は、これで、ここはアクティブで制御しているので、はい、このアニメーションないところは、これで待機してますし、アニメーションが終わった後も、この一番最後の状態をキープしてくれます。これが、ですね、ノーンだと元に戻っちゃうんですね。ここで、この境目で元に戻っちゃうんですね。なので、ここはホールドにしておくのはいいです、という感じ。はい。で、ここでブズ切りになっちゃうので、これもやっぱり、あれですね、オーバーライドトラックを使いましょう。右クリックして、あとオーバーライドトラック。して、今度はアルファをさらに追加してあげます。これですね、消えるやつを。で、あの絵の中をにもやっぱりキャンバスグループが必要ですね。はい、キャンバスグループを、使います。これもポストはホールドで。はい、これで、フェードアウトしていきますね。で、消えて、はい。はい、こんな感じですね。では、これをちょっとコピーして、もう一個の方、泳ぐのさの方も入れてあげましょう。こうやって、コピーをしてやると。あと、泳ぐのさのこれ、あれですね。横を大きくしとかないと。で、泳ぐのさの方にも、キャンバスグループをつけないと、ここのアルファ操作が効かないんで、キャンバスグループをつけます。で、こうですね。で、あれか。プレイはホールド。こうですね。はい、こんな感じで、最初のキャンバスのオーバーレイの部分はこれで完成ですね。さあ、そしたら、踊っているところのパート行きましょう。さあ、とはいえ、踊っているパートのところも、まあ、そんなに大きな、すごいアニメーションさせるということは、あまりしないです。というのも、このショートミュージックビデオ、キャラクターがメインであって、で、キャラクターが踊っているので、文字の方は控えめな動きでいいかなと思います。まあ、ただし、それでも、こんな風に、全く動かないような、はい、動かないような、感じで、ぶつ切りな、オンオフだけだとちょっと味気ないので、アニメーションをつけていきます。で、さっきまでの歌詞は、キャンバスのオーバーレイを使っていました。なので、カメラに対してオーバーレイするっていう感じだったんですけど、次はワールド座標にしています。これですね。キャンバスカッコワールドって書いてるやつ。ワールドスペースにここがなっているので、ここですね。はい。マシロユキさんのキャラクターの後ろに配置してあります。まあ、カメラで見ると、こんな風に見えるわけですね。さあ、これもアニメーションをつけていきますよ。タイムラインの方も、キャンバスのワールド用のトラックグループを作っているので、行きましょう。じゃあ、アニメーショントラックをまた作りまして、ですね、愛し方も離れ方ものところ。
これもさっきと同じように右から左にやってくるようなアニメーションを入れてみましょうか。はい、ということで、前半部分ですね、できました。はい、今再生してみましたけど、全部同じラインですね。このラインに、この高さに、この高さに、この高さにっていうのはちょっと味気ないので、場所変えましょう。場所変えましょう。はい、こんな感じで前半終了。あとここですね。ここからはカメラがダイナミックに動いていきます。で、同じく、後ろにありますんで、これは、動かしていきたいんですけれど、はい、見ての通り、キャラクターとカメラが大きく動くので、これは、さっきみたいな定常の、こういう、まあ、横だけのアニメーションだと、ちょっと、変な感じかなと思うので、これキーフレームで打っていこうかなと思います。これをコピーして、さあ、どの辺からスタートしようかな。角度もね、自由に変えていきたいと思います。例えば、体の後ろから、こうですかね。ちょっと回転もしてやって。ちょっと太すぎるんで、このぐらいの時に、バッとできてほしいですね。こう。ちょっとバッと出すぎましたね。ちょっとこれはふよふよ浮いててほしいので、こういうところで回転させて、ふよふよ浮かしてみたいなことをしてやりたいと。目を見たのこの辺で、ここの子まで浮いて、このぐらいの回転にしてやって、ここで横にフェードアウトしましょうか。フェードアウトを早くしたいですね。この時点でもうちょっとうっと動かして。はい、こんな感じでいいでしょうか。で、これにまた、オーバーレイトラックをつけなくていいか、今回は。これでいきましょう。はい、横顔にの方つけていきます。で、今右に出てきたんで、次は左に出てこようかな。横顔にの、上から来ますか。上から来ましょうか。横顔にをじゃあ、ちょっと上から持ってきましょう。横顔には、この辺に置いといて、言い始めた時にはこの辺に来てほしいんで、向こう側にで、こうですね。で、アクティベーショントラックがもうちょっと前から行きたいですね。で、もっと早く、フェードインしてほしいので、よいしょ、このくらいに。今度は左に履けましょうか。横に履けましょうか。うっと。ちょっと不思議なモーションになっちゃいましたが、完全に履き切ってもいいのかな。これにしとこうかな。あ、ここで前に出てくるのか。出てこなくていいので、この辺ですね。はい。これでいいでしょう。で、手を伸ばせなかった臆病な夜明けと言いましょう。これ右から来る方がいいですかね。右から来ましょうか。またイージングを意識して、微妙だな。ここはアニメーション普通にしましょうか。さっき使った
ああ、横移動のやつを使いましょう。はい、ちょっとカットしましたが、アニメーションが作り終わりました。この部分は、こんな感じですね。主にキーフレームを使って最初やりましたね。キーフレームを使って、こういう風に夢を見たとかを、自由に動かして、カメラワークも、ダンスも、あと歌詞も、3つそれぞれが躍動感を持って動くという感じにしてみました。はい、こんな感じですね。で、一番最後はまたキャンバスのあのオーバーレイに戻っています。この部分のこの歌詞、ソングとかシングっていうのはこのままでいいかなと思いますんで、一旦これで完成とします。ではちょっと冒頭から見ていきましょう。さあ、こんな感じでショートミュージックビデオを作りながら文字アニメーションの解説やっていきましたが、いかがだったでしょうか。見ていて分かったと思うんですけれど、キーフレーム打つっていうのは結構めんどくさくてですね、アニメーションをできるだけ使い回した方が楽なので、そうなるように、それができるようにゲームオブジェクトの階層を作ったりとか、事前にアニメーションを作っておくっていう風なのが大事だなと思います。あとですね、実践でよく使う細かい設定の部分ですね、このアニメーションのないところはどういう風に制御されるのか、ここの部分でプレエクストラポレートとポストエクストラポレート、この辺がホールドになっているとかノーになっているで挙動が変わってきますんで、この辺もしっかりと見ていきたいところです。それではテキストメッシュプロを使った文字アニメーションの実践編第1弾はこの辺で終わりにしたいと思います。まだこの後第2弾第3弾と作っていく予定ですんで、ぜひ見てみてください。それでは。